皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は体脂肪のつきやすい部位と落としにくい部位についてお話をしていきます。減量の経験がある方ならわかると思うんですけど、どんだけ頑張っても落ちてくれない頑固な脂肪ってありますよね。まあ特にね、お尻とかね、お腹周り、横っ腹とかね、全然落ちないな感じる方多いと思います。そんな感じでですね、人間の脂肪って全身均等についているわけでもないし、落ちやすさが全身の脂肪同じというわけでもないんですね。なので今回はどういうところについている脂肪が増えやすくて、そしてどういうところの脂肪がダイエットの時に落ちにくいのかということについて解説をさせていただきます。でまず大前提として、体脂肪の増減っていうのは部分的に起こるものではなくて、全身一度に起こるものです。なので体脂肪が増えるときは全身の脂肪が一度に増えていきますし、体脂肪が落ちるときは全身一度に落ちていくものなんですね。なのでそのお腹の体脂肪だけどんどん落ちていくとか、お尻の脂肪だけどんどん増えていくとか、そういうことはないんですけども、全身の体脂肪が増減していく中で特につきやすい部位とか落ちにくい部位っていうのが、まあ確かに存在しますよということなんですね。なのでその部分痩せみたいな感じでお腹の体脂肪だけどんどん落とす裏技があるとか、そういうものではないので気をつけていただければなと思います。まずですね、体脂肪がつきやすい部位について解説をしていきます。これ実は性別によってちょっと違ってまして、男性の場合は内臓脂肪とお腹や上半身についている皮下脂肪ですね、これらの部位についている脂肪が増えやすいというふうに言われています。そして女性の場合は二の腕とかお尻とか太ももについている皮下脂肪が落ちにくいっていうふうに言われています。でこれは性別による違いなんですね。性ホルモンによる役割で体脂肪のつきやすい部位がちょっと変わってくるんですけども、女性の場合は女性ホルモンの影響で皮下脂肪が男性に比べてつきやすいというふうに言われています。まあそういう感じで性別によって実は体脂肪が増えやすい部位っていうのは結構違いが出たりします。まあ例えばダイエットしたい女性の方なんかにお話聞くと、二の腕のねこの振り袖が嫌だ、落としたいっていう方結構いらっしゃるんですけど、男性でこのね二の腕の脂肪が気になるっていう方はあんまりいらっしゃらないんですね。逆に男性の場合はもうお腹が出ちゃってもそれが気になってしょうがないっていう方がね多かったりとか、まあ私もね競技に出るために減量してますけども、お尻とかね下背部、このね腰に近いところとかね、その辺なんかは本当に最後の最後まで体脂肪が落ちずにですね、これ本当に間に合うのかなって毎回ヒヤヒヤしながら減量してるんですけども、まあお腹はね男女問わず体脂肪ってつきやすいところなんで、お腹が気になる方はもう男女問わずなんですけど、その中でも特に男性の場合は腕とかよりもとにかくお腹が気になってっていう方が非常に多い。女性の場合は二の腕の振り袖がとか、まあお腹ももちろんですけど、太ももが太くてちょっとたるんでしまって落としたい、気になるっていう方もいたりとか、そういう感じで実は性別によって体脂肪がつきやすい部位っていうのは若干違ってくるんですよね。なのでそういった違いも踏まえながら体脂肪がね増えやすい部位っていうのはしっかり覚えていただけるといいかなと思います。そして次に体脂肪が落ちにくい部位ですねについて解説をしていきます。まあこれも性別によってホルモンのね役割によって落ちにくい部位っていうのは若干変わってくるんですけども、男性の場合はお腹、特に下っ腹とかこの脇腹とかこの腰に近いところですね、お腹の後ろ側、この辺のお肉が特に落ちにくいですね。まあこれもね男女問わず本当に最後に落ちてくるところではあるんですけども、特に男性の場合はそういう傾向が強いかなというふうに思います。そして女性の場合は太ももとお尻の体脂肪が落ちにくいっていう風に言われています。まあ一番ね女性にとって落としていきたい、すっきりさせたいところではあるんですけども、こういうところが実は落ちにくいという風にね言われています。それに加えてこれも性別による違いなんですけども、男性に比べて女性の方が体脂肪率が高くなる傾向にあります。まあこれはねホルモンによる影響っていうのがまあ大きいんですけども、女性の場合はやっぱりね子供を産むっていうところ
があるので、お腹の中の子供を守るためにお腹周りですとか下半身にしっかりと体脂肪をつけてお腹の中にいる子供を守るようにできているなんていうふうに、ね、言われていることもありますけども、まあ、この辺も女性の方が実はね全体として体脂肪率は高くなりやすいんだよっていうことは覚えておいてもらった方がいいと思います。なので女性の方があんまりね男性みたいにバキバキになろうと思ってめちゃくちゃ頑張ってダイエットすると骨粗鬆症になったりとかね、もっといくとこう生理不順になったりとかそういう症状が出てしまったりするので、あんまり過度なダイエットは女性の方は避けておいた方がいいかもしれないですね。じゃあこの体脂肪が増えやすい部位とか落ちやすい部位っていうのが、まあなんでできてしまうのかっていうところなんですよね。体脂肪がつきやすい部位っていうのは、まあそのホルモンの違いによって変わってきますよっていうのがあったんですけども、じゃあ落ちにくい部位っていうのはなんで違うのっていう話なんですけども、まず落ちにくい理由について解説をする前に、体脂肪が落ちていく仕組みについてですね簡単に説明をさせてください。体脂肪がエネルギーとして消費されるまでには大きく分けて3つのステップがありまして、まずは体脂肪からその脂肪細胞が分解されて血中に出てくる、脂肪細胞を分解するところですね、これが一つ目です。次にこの分解されて血液中に出てきた脂肪が筋肉や内臓とかねエネルギーを必要としているところに運ばれる、これが二つ目です。そして最後三つ目がその運ばれた先でしっかりとその脂肪がエネルギーとして使われる、この3つのプロセスを経て体脂肪がエネルギーとして消費されるわけなんですね。なので極端なことを言ってしまえば、1つ目のね体脂肪が分解されるっていうところだけできても運ばれていかなかったらまた元の体脂肪の細胞に戻っちゃうわけなんですよ。で筋肉に体脂肪が運ばれていってもそこで使われなかったらまたそこで体脂肪に戻ってしまうわけなんですよ。なのでこの3つのステップがしっかりと全部できて初めて体脂肪が消費されるわけなんですけども、この体脂肪を分解して運んで燃焼するというプロセスに関わる重要なホルモンとしてカテコールアミンという物質があります。もっと分かりやすい言い方をするとアドレナリンとか聞いたことありますかね。人間が興奮状態になった時に分泌されるホルモンで、高強度のウェイトトレーニングをしている時なんかにもこのアドレナリンっていうのがよく分泌されるようになるんですけども、このホルモンが実は体脂肪の燃焼を促進させる働きを持ってるわけなんですね。体脂肪の分解っていうのを刺激してくれる働きがあるわけなんですね。ところがこのカテコールアミンですね、体の全ての部位に同じように効くわけではなくて、体脂肪が落ちにくい部位に対しては効きにくいというふうに言われております。なのでこのカテコールアミンの効き方の違いによって体脂肪の落ちにくい部位っていうのができてしまうんですね。そしてもう一つ要因がありまして、分解された脂肪細胞っていうのは血流によって運ばれます。なので血流が滞ってしまうと脂肪がうまく運ばれずに燃焼されなくなってしまうんですね。血流の良し悪しっていうのも部位によって違ったりするんですね。なので血液が流れるような部位に関しては脂肪が落ちやすかったり、逆に血行の良くないところについては脂肪は落ちにくかったりっていう違いがあるわけなんですね。じゃあこの血行を促進してあげて血流をね良くしてあげれば、じゃあ体脂肪が燃えるのかっていうと必ずしもそういうわけではなくて、とにかく今回の動画では男性と女性でそれぞれですね体脂肪の増えやすい部位とダイエットした時に体脂肪が落ちにくくなってしまう部位っていうのがあるので、なかなかね落ちにくい部位があっても、まあそれはある意味当たり前のことで、そこからなんとか粘り強くですね減量を続けていただいて落としていくことが大事なんだよっていうことだけね覚えていただければなと思います。ということで今回の動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもですね毎月発売しております新商品ですとかお得なセールの情報も概要欄に記載しておりますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。